フロージとは、様々な文献に見られる伝説的なデンマークの王の、名である。例えば、ベーオウルフ、スノリストルルソンチョ、三分のエッダ、ユングリング家のサガ、サクソグラマティクスチョ、デンマーク人の実績、そして、グロッティの歌などに見られる。中古ドイツ語の女子誌、ラーベンシュラフトにも、デンマーク王がこの名前で早くとして登場する。この称号はおそらく、 北欧のカミフレイに由来するエポニムである。日本語では、フロジ、フロデ、ィ、フロデなどの表記揺れがある。グロッティの歌に登場するフロージは、フリズレーブの息子であると言われている。ユングリング家の佐賀第十一章によれば、彼が所有する、三種の樽の中に、親しくしていた、スウェーデンのフィオルニル王が転落し、溺死している。スノリストゥル,ルソンは、 三分のエッダ第二部、四五法においてこのフロージが皇帝アウグストゥスと同時代の人であり、キリストがこの頃誕生したと記した上で、フロージ治世の平和について解説している。アイスランド語のこの文献は、このフロージを非常に早い時期のデンマークの王だとしているが、デンマーク人の自責において、サクソはフロージを、その統治者の血統の中では、 遅い時期の人だ説明している。しかしサクソもアウグストゥスと年代的には同時期であることを考慮し、キリスト誕生にも言及している。ユングリング家の佐賀第25章とデンマーク人の自責によれば、フロージは春普段の父であった。ユングリング家の佐賀では、父はダン落とし、フロージが高慢のまたは温和のと呼ばれていたことを伝えている。 彼は5世紀か6世紀に生きていたとされる。後に、ユングリング家の佐賀第26章において、スウェーデンの王、エギルが、奴隷のトゥンニを倒すのを助けた、勇敢なフロージと同じ王と考える人もいる。エギルは、デンマークへの効能はしなかったが、半年ごとに贈り物をしていた。しかし続く、第27章では、彼の息子オ,オッタルは、フロージと不仲であり、 効能を断ったことから、デンマークとスウェーデンの間に、争いが起こった。インギャルドの父フロージとは、ベーオウルフにおけるインギャルドの父親にしてヘアゾベアルドのオフロデである。ヘアドバルゾ族の存在は古代北欧語のテキストでは、無視された。このフロージは、ヘアゾベアルド人とデネ人の間にある遠大な敵意を、持つハルフダンの兄として、たまに登場し、ハルフダンと、 フロージという兄弟遺憾の家族内遺婚に発展する。フロージは春普段を殺害し、彼は春普段の息子春がとフロースガールによって殺される。サクソグラマティクスはこのフロージを非常に後期の伝説的な王に設定している。サクソはこの遺憾話にいくつか触れているが、春普段との関係は一切出てこない。代わりに、サクソはこのフロージが サクソン人によって殺されたことやその方法、遺婚を解消させるため彼の息子コインゲルドとサクソンの王女が政略結婚したものの女児子ベイオウルフにある予言と同様それが失敗に終わったこと等に言及している。デンマーク人の実績は6人のフロージについて伝えている。フローシーの表記はアイスランド語やフェロー語では 今も使われており、そしてフロトやフロドとラテン語化されて現れる。この名前の表記は、JRR トールキンによる、指輪物語の主要登場人物の名で、使用されている。他の英語化された表記には、フローデ、フローディ、フローシー、フラディがある。デンマーク語、ノルウェー語、スウェーデン語での表記は、フローデである。名前の意味は、利口、白色。 県名といったものである。2008年時点で、スカンディナビアにいるフローデという名前の人数は、ノルウェーに約11384名、デンマークに約1413名、スウェーデンに約307名である。ありがとうございます。